皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の第64段1回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは平。次は中という漢字です。次は二という漢字を崩したもので、二と読みます。 これは、く。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、ら。次は、はるという漢字を崩したもので、すと読みます。次は、思うという漢字を崩したものです。これは,は、わ。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。 これはき次は「女」次は「超える」という漢字を崩したもので「を」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「平中」「憎からず思う若き女を」「平中が憎からず思う若い女を」となります 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは目。次は能力の能という漢字を崩したもので、のと読みます。これはも。次はと。次はにという漢字を崩したもので、にと読みます。次はうい。 これはてです。次は木。これは手です。次はを。次は木です。これはた。次はり。これは介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。次はり。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。目の元にいてきて起きたりけり。妻の元に連れてきて置いていたとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはにという漢字を崩したもので、にと読みます。これはく。次はけ。 これはなです。次はる。これは方角の方という漢字を崩したものです。次はと。これはもです。これはを。次はい。そしてひ。次はて。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。 肉げなる方どもを言いて妻がいかにも肉らしいことをあれこれ言ってとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは免許の面という漢字を崩したもので目と読みます次はつ これは、井戸の「い」。「ウイと読みます。次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。これは、を。次は、い。これは、出るという漢字を崩したものです。ひらがなの音に似ていますが、注意してください。これは、志という漢字を崩したもので、しと読みます。 次は介護の介という漢字を崩したもので、けと読みます。これは、り。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。め、ついに追い出しけり。妻は、その女をとうとう追い出したとなります。次は、ここからです。拡大して読んでいきましょう。 まずこれはこ。次はの。これは目です。そしてに。次は志という漢字を崩したもので、しと読みます。次は多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは 次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。これは、いや。次は、あ。そして、り。これは、検討使の件という漢字を崩したもので、けと読みます。これは、ん。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 この目に下郷にやありけん平中はこの妻の言いなりになっていたのであろうかとなります次はここからです拡大して読んでいきましょうまずこれは「ら」次は「う」これは「多い」という漢字を崩したもので「た」と読みます 次はし。これはとです。次は思うという漢字を崩したものです。これはな。次は可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。この部分はら。次はえ。そしてのぼるという漢字を崩したものでとと読みます。 これは踊り字です。次は目。次はす。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。ろうたしと思いながらえとどめず。その女をかわいいと思いながらもそれをとどめることができないとなります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、い。次は、ち。これは、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、屋根のやという漢字を崩したもので、やと読みます。これは、く。次は、いうという漢字を崩したものです。 次は、け。これは、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。これは、は。これは、ち。次は、か。これは、くです。次は、た。そして、に。次は、え。これは、よです。 次はら。これは手です。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。いち早く言いければ、近くだにえよらで。妻が大層厳しく罵るので、その女のそばにさえ近寄ることができないとなります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれはンという漢字を崩したものです。次は尺。これはのです。次はひ。これはや。次はう。これは夫人の婦という漢字を崩したもので、婦と読みます。 次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。これは、よ。次は、り。これは、かです。次は、おどりじ。これは、さとという漢字を崩したもので、りと読みます。次は、て。 これは、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。次は、て。これは、りです。次は、て。これは、い。これは、ひ。次は、剣刀しの剣という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、り。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。四尺の屏風に寄りかかりて立てりて言いけり。四尺の屏風に寄りかかって立ったままで言ったとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは世界の背。次は中。 これはのです。次は、思うという漢字を崩したものです。これは、ひ。次は、の。これは、外という漢字を崩したものです。次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。これは、あ。次は、る。 これは、古いという漢字を崩したもので、こと読みます。次は、と。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。世の中の思いのほかにあること。あなたとの仲がこのように思いがけないことになるとは、となります。 次はここからです。拡大して読んでいきましょう。これは世の中の世という漢字を崩した世です。次は可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。次はい。これはにという漢字を崩したものでにと読みます。次はも。 これは能力の能という漢字を崩したもので、能と読みます。これは志という漢字を崩したもので、死と読みます。次はたもうという漢字を崩したものです。次はと。これはも。これはおという漢字を崩したもので、わと読みます。次はす。 これは、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、て。これは、せ。これは、うです。次は、そ。これは、こです。次は、し。これは、た。次は、ま。そしてヘ、へ。 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。世界に物たもうとも忘れで正をしたまえ。よそにおいでになっても忘れないで頼りをください。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「を」。これは「の」。 次は、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、も。これは、さ。次は、な。そして、ん。次は、思うという漢字を崩したものです。次は、ふ。これは、登るという漢字を崩したもので、とと読みます。次は、い。 これは「ひ。これは介護の「介」という漢字を崩したもので「け」と読みますこれは「り」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「己もさなん思う」と言い蹴り「私もそうしようと思います」と言ったとなります 今日はここまでです。それでは皆さんまたお会いしましょう。ごきげんようさようなら。